フェモラータオモモブトハムシは、甲虫目ハムシ科の昆虫である。コガネハムシカに分類される。熱帯産の美しいカブトムシとして知られる種だが、2009年までに日本国内での定着が確認されており、拡大が懸念されている。別の和名として単に、オモモブトハムシ、またはコガネハムシとすることもある。美しい金属光沢のある体色と、 太い後ろ足の桃節が特徴。オスの方がメスより、後ろ足が長い。体色には変異が多く、赤、緑、青、黒などがある。ただし国内で見つかっているものは赤い個体ばかりである。以下は日本国内の個体群の情報になるが、クズを主な食草としており、6から8月頃に成虫が発生する。クズの茎に散乱し、幼虫は、 クズのルにゴールを作り、ここで越冬する。ゴール内には20ミリメートル程度の砂ぎ質を作り、大きなゴールには数十個の個体が入っていることもある。成虫はゴール自体の発火した部分や樹皮などを食べ、葉はあまり食べないという。なおゴールが発生してもクズは枯れないという。クズのルが他の植物に絡まった場合はそちらに侵入することもあり。 その場合は、ゴールのないサナ質となり、見つけにくいという。環境省発表の、我が国の生態系統に被害を及ぼす、恐れのある、外来種リストでは、その他の総合対策外来種に分類している。2018年時点国内で、クズ以外での定着報告はないが、海外では、他の食害報告もあり、警戒される。原産地は、カンボジア、中国、インド、 ジャワ島、ラオス、ミャンマー、スリランカ、タイ、ベトナムなど、東南アジアの熱帯地域に広く分布する。日本では2006年以降に発見されている。2009年に、三重県松阪市で、県内の研究者らに発見され、その時点で、すでに定着していた可能性が高いことが報告された。以降の継続調査で、実際の越冬も確認され、その調査により、 死亡個体が少ないことも判明し、熱帯産にもかかわらず、日本の冬に適応していると結論付けられている。なお同市内では2006年にも3個体が見つかっていたことが後に判明し、実際はこの頃までに定着していた可能性が高いと考えられる。輸入経路はペットとして違法に輸入されたものと推測されている。本種は2005年頃に、 各地のペット店で売られており、発見地近くの店に持ち込まれたものが一室、または故意に放された可能性がある。市内で見つかるのが赤い個体ばかりであることも、由来が少数の個体であることを示唆する。食草は、どこにでもあるクズであり、冬の低気温にも耐えうるため、関東以南ならば、どこでも定着できると予想されている。2010年には発見者らを含む有志が、 駆除作業を実施したが、手作業による駆除は困難と結論付けられている。直接捕食する天敵も知られていない。こうした事情で徐々に分布を広げていくだろうと予見されているが、移動能力自体は低いという。しかし、その美しさのために生態が持ち出され、人為的に拡大する可能性も警戒されている。2016年には、 松阪市での記録が急増したほか、隣接する津市でも生息が確認され始め、さらに同年、一個体のみであるが、兵庫県思想市でも発見された。こうした分布拡大の要因について、車について運ばれるなど、人間活動に伴う移動が起こっていると推測されている。国内で見つかる以前から、大桃太虫という和名があるが、本種は、 小金ハムシ赤に分類され、元から国内にもいる、桃太ハムシ赤とは別種であり、混同が指摘される。国内での発見以降は、学名の兼読みのフェモラータをつけて表記しているものが多い。赤名そのままの小金ハムシという和名を使っていることもある。上記のほか文一総合出版、ハムシハンドブック、中日新聞2010年7月20日長官。 ありがとうございます。